はい、それではですね、川の方にやってまいりました。でここはね、釣れるかどうかじゃなくて、ちょっと前にツイッターでアンケート取ったら、渓流でのラインのさばき方、をね、うまくなりたいっていうのがアンケートで結構票があったので、そのね、実際のこの流れのあるところでの、ラインのさばき方というのをやってみます。でよいしょ、今ですね、まあ、ここにマーカーをつけた状態で、その下に、ニンフ系のフライですね、つけた状態です。でこのマーカーをどうやって自然に流すかっていうことになりますね。これでですね、まあ、まず1回普通に投げてそのまんまにしてみます。でそうすると、もう今わかるかな、ちゃんとカメラで映ってるかどうかわかんないんだけど、こう投げてそのまんまにすると、こうマーカーがね、今流針乗っかってるんだけど、水の流れよりも早く流れちゃうんですよ。でこれは何でかっていうと、フライのラインっていうのは、重りがない状態のものをラインの重さでこう飛ばすので、ラインが太いんですよね。でラインが太いっていうことは、ラインが水の抵抗を受けてどん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 流されていっちゃう。でその流されていくラインに引っ張られて、マーカーもどん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 引っ張られて流れていっちゃうんです。でなので水の流れよりも早く流れちゃうんですね。で要は自然じゃないんですよ、流れ方が。で自然に流れないってことは、魚が警戒して食ってこないんですね。でそのためにラインをさばくっていうのをやらなくちゃいけないんですけども、こう投げた後でラインをね、こう上流にちょっと持ち上げてあげるんですね。でまたラインがこう引っ張られていくんで、そしたらこうやってちょっと持ち上げてあげる。そうすることでマーカーが自然に流れるようになるんですね。こう投げたら引っ張られる前にラインを上流に持ってく、でまた上流に持ってく、上流に持ってく、これを繰り返すことでマーカーが自然に流れてくれる。で、川の流れっていうのはすごく複雑で、今見えてる中でここが流れの中心なんですね。一番流れの速いところ、で流れの速いところの脇に流れの緩いところがあって、その先向こう側ちょっとえぐれてますよね。あそこは逆に流れが回ってる、向こう側に回ってるんですよ。
で、例えば流れの向こうを釣りたいときとかってのは流れの向こうに落とすじゃないですか。でもラインは手前に引っ張られちゃうわけですよね。で、そうすると向こうに流したいのにこっちに流れてきちゃうんですよ。で、こういうときどうするかっていうと、向こうに投げました、投げました、こっちの流れを流れに乗らないように持ち上げながら、こうメンディングって言ってラインを上流に持ってってあげる、上流に持ってってあげる、上流に持ってってあげる、こういう感じにすると、まあ、ずっと流しっぱなしってわけにいかないんですけれども、こう投げてそのまんまにしといたらあっという間にこっちに流れてきちゃうんですよね。で、これではあの向こう側の巻き返しているところってのはやっぱ魚がたまるポイントなので狙いたいわけですよね。で、そしたら投げた後にラインをつけないようにしてこうやって上流に持ってく、で、また上流に持ってく、上流に持ってくってすると、ほんのわずかな間だけど向こうの流れに乗せることができるんですよ。こういう感じで、こういう感じでってしてあげると、まあでも 3,4 回が限度だと思うんですけどね、この流れだと。そうすると向こうの流れの中を釣ることができるんですね。これ投げたまま放置しちゃうと手前の流れに全部ラインを持ってかれちゃうので、向こうの流れに乗せることができないんです。これがまあメンディングっていうテクニックなんですけど、ラインをね、流れの影響を極力受けないようにこうやって処理してあげるっていう、こういう、これがあのさっき釣ってたあの池なんかだったら全然必要のないテクニックなんだけど、こういう渓流流れのあるところではもう絶対にマスターしてないと釣りができない、釣りにならないですね。こういう、こういうライン処理、この2回3回やってる間に向こうの流れに乗せることができる、そのわずかな間に魚をかける、そういう感じになりますね。で、これだけ狭いポイントなので、これだけ近づいちゃったらそもそも釣れやしないって話なんだけど、今はその流し方の説明なんであえて近づいてね、やってますけれども、実際にあそこに魚がいるとしたら、この2回3回やってるわずかの間に食ってきますから、そのわずかな時間を作ってあげる、それがこのメンディングっていう作業になります。ラインのさばき方ですね。どうでもいいけど、川の方に全然魚がいないんだけど全然放流されてねえじゃんこっち。前はこっちにもね、いっぱい魚いたんだけれどもね。よいしょ。